感動よもう一度、誰も吹かなきゃ俺が吹く、秋山幸雄の男塾泣きのサックス講座。どうも、今週始まりました男塾泣きのサックスコーナー。今週からですね、新たな楽曲を挑戦したいと思います。スタンダードで、有名な曲ですね、ジョージアオンマンマインド、皆さんも知ってると思います。私がすぐ思い浮かぶのは、あのかのレイ・チャールズ、歌でね、ジョージアオンマンマインド初めて聞きました。もう泣けてきましたね。今日はその曲をちょっとやってみたいと思いますが、演奏始める前に、私の主観なんですけどね、この楽曲スタンダード全般に言えることなんですけども、あくまで、自分のレベルを上げるためのスタンダードと思っていただければいいです。プロの方で、ステージで、お金を取ってる場所でね、スタンダードをやってる方がたくさんいますけども、私はね、その気持ちがちょっとわからないという派なんですよ。要はですね、ジョージアオンマンマインドはですね、誰かオリジナルで作った方がいらっしゃると思うんです。私知りませんけどね。レイ・チャールズがジョージアオンマンマインドを歌うと心に来るのは、黒人でね、同じジョージアを思う気持ちが分かるわけですよ。ところが僕がね、ジョージアオンマンマインドを涙ながらに歌ったって、それは偽物だと思うわけですよ。よく言いますけど、僕なんか何不自由ない日本で育ってね、もう音楽大学行くようなね、あのお坊ちゃんお嬢様がもうジョージアオンマンマインドをね、お金を取る場所で演奏したってね、何も訴えるものがないと思うんです。やはりその時代背景とかね、あのバックボーンがある人が歌って初めて心に響くものだと思うので、あくまでこれは自己を高めるための練習だと思っていただければと思います。それは違うという方も大勢いらっしゃると思いますけども、少なくとも僕はそういうふうに解釈しているので、ジャジャのライブではオリジナルしかやらないということなんですけどね。それではジョージアオンマンマインド、僕なりにちょっと心を込めて吹きたいと思いますけども、まず軽くダサく吹いてみましょうね。いきなり間違えましたけど、軽く吹いてました。こいつに僕なりにちょっと感情を込めて吹いてみたいと思います。弁当を使ってね、ちょっと感情を込めるように吹きました。これイントロね、ちょっと重要なんですけども、いきなりテーマで、入りましたけども、よく頭に装備音をつけて入る人がいます。ちょっとつけてみましょう。例えば1つ目、これだけでもちょっとかっこいいですよね。僕の中では12の音が全て使えるということなので、別のパターンをやってみましょう。あとまだまだありますね。アイデアは無限にあります。人それぞれのアイデアを詰め込んでこういう装備を作った方がより個性が出ますね。ちょっと続きをやってみたいと思います。こうやって伸ばして、僕よく使うのは、ロングトーンで伸ばして後半でビブラートを入れると、僕の中ではちょっと歌ってる感じがあって大好きなんですけどね。
ここも半音から装備音をビンビンで2回やっております。これを入れることによって歌ってる感がより一層増すと思うんですよね。ここもちょっと間違えましたけど、ここも弁当をかけて、ブロートーンを入れることによって、先ほど一番最初に吹いたダサいフレーズがみる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 歌ってくるようになりますね。このジョージアは本当にいろんな方が演奏してます。もういろんな方のそれぞれのカラーがたくさん出てます。勉強するには本当に、最高だと思いますので、ぜひやってみてください。また続きやってみたいと思います。ここ結構大事ですね。落ちていく感じ。ここから B メロに入るわけですが、それは次週やってみたいと思います。今日のサックス講座これで、終わりたいと思いますが、いかがでしたか。ご質問は番組ブログより送ってください。番組ブログはメイドインジャイダと検索すればすぐに見つかります。このコーナーは番組ブログよりビデオで見ることができますので、泣きのサックス習得に役立ててくださいね。以上、男塾泣きのサックス講座でした。ではまた来週。